皆さんお疲れ様です。はい。えーと、では行きますか。竹中平蔵について語っていきましょう。ね。うん。まあ、ロスジェネ世代がね、貧乏に苦しんでいるのは誰のせいだね。うん。誰のせいですかあの、ロスジェネ世代、就職氷河期世代、段、ね、階ジュニア。ここら辺の人たちがね、あの、もう貧困にあえいで、貧乏に苦しみもがいているのは誰のせいですかと。うん。誰のせいなんだ いや、もうそれはさ、竹中平蔵ですよ。ね。もう誰がなんて言っても竹中平蔵竹中平蔵が悪い。竹中平蔵がロスジェネ世代を苦しめた。っていう風な感じで、ね。あの、ほとんどの人が考えていることでしょう。だけど、だけどもだけど、あの、竹中平蔵って一体何なのかっていうことをね、改めて考えていきたい。うん。あの、竹中平蔵はね、若者は、 この若者ってのはロスジェネ世代のことね。若者は貧乏になる自由があるっていうね。よく切り取られてしまうでしょこの言葉。うん。若者はね、貧乏になる自由があるんだ。ね。貧乏になりたい奴は貧乏になると。うん。君たち、若者には貧乏になる自由があるんだよってね。なんかそういうふざけた発言を竹中平蔵がしたのって勘違いする人多いんだけど、これ違うんだよね。竹中平蔵ってね、 あの、小泉竹中路線でえ何をやったのか。竹中平蔵は、あの、まあ、自由主義、まあ、新自由主義経済を推し進めていった。あの、規制緩和ね。うん、どんどん規制緩和して、自由主義。つまり、経済活動は自由主義の土台で行われるべき。だから、あの、競争しなさいと。国が、 規制で何か枠組みをね、ガチ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 って枠組みを、えー、作って、その国の枠組みの中で競争するのではなく、完全に、竹中平蔵がね、あの、まあ、竹中平蔵っていうかその新自由主義っていうのは、完全に政府の規制がないところで自由に戦えって。それ、これが新自由主義ね。うん。あの、もう政府は余計な規制で口を出すなと。 うん、それぞれの企業が、それぞれの、えー、企業戦略を打ち出して、えー、あの、金儲けをして、で、金を儲ける企業が勝って、で、競争の結果、金を儲けることができなかった企業は、没落して、ね、あの、市場から撤退していく。それでいいじゃんって。競争があるからこそ、イノベーション、まあ、その、ね、あの、素晴らしいビジネスモデルが生まれて、競争があるからこそ、進化成長するんだと。 国が規制なんかで枠組みをガチ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 決めてね。で、その国の枠組みの中でちまちま競争していても、進化成長しないよと。だ規制を緩和する。政府は口を出すなと。うん。ああだこうだ言うなと。規制なんかなくしてしまえと。で、あの、邪魔な政府の規制がないところで、完全自由主義で自由競争すればいいじゃん。だ強いものが勝つ。当たり前でしょ 弱いものは負ける。当たり前でしょ金儲けできる強い企業が勝ち上がって進化成長して、金儲けできない弱い企業は、ね、あの、負けたんだから市場から撤退して。うん、あの、市場からいなくなって。だからその戦いだよって。常に、あの、政府の規制なんかないところで戦って戦って、戦って進化成長していけっていう、まあ、そういう風なノリですよ。竹中平蔵ね。だから、 派遣労働を製造業で解禁したでしょうん。あの、まあ、どん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 派遣労働を解禁していったんだけど、これが新自由主義なんだよ。あの、もともと派遣労働って一体何なのかってね、一番最初派遣労働っていう制度が出た時に、日本社会はすっごい嫌悪感を示した。なんでかっていうと、派遣労働っていうのは人を人として扱わないから。うん。あの、派遣社員って人間ではないっていう。 コストとして企業は計上するの。だから人間じゃないよって。コストだよって。必要な時に集めて。必要なくなったら切る。だからリーマンショックの時も年越し派遣村とかあったでしょ派遣切りとか。いや、あれもともと派遣社員ってそういうものだから。必要な時に集めて、いらなくなったら捨てるっていう。物として扱うよって。人間として労働者として扱うわけじゃないよって。それが大前提にあった。 日本社会はこんな派遣社員なんて危ない危ないって人間が人間じゃなくなっちゃうって企業が労働者をコストとして計上して働かせるなんてこんな派遣社員派遣労働なんてこんな働き方ダメだって言っていたけど最初政府自民党はいや派遣社員っていうのは高度専門人材高度専門あのプロフェッショナルな 人たちだけを集めてやりますって。最初そういうことでスタートした。うん。高度専門人材だけだよって。通訳とかアナウンサーとかね。つまり1970年代から80年代にかけて、通訳とかアナウンサーなんてごくごくごく一部の人たちでしょ本当に、本当に高度専門人材ですよ。だから、通訳とかアナウンサーみたいなね、高度な専門的な人材はいくらでも自分を売り込める。 うん。だって、高度なスキルを持ってるの。そこからスタートした。だけどバブル経済が弾けた後に何をやったかというと、規制緩和して、いわゆる女性の一般事務を派遣社員で、えー、担わせていいよねって。一般事務なんて派遣社員でいいじゃん。派遣社員に担わせてやればいいじゃんと。ここの規制緩和で一気に派遣が広がった。 バブルが弾けた後に、二つ大きなムーブメント。一つはフリーター。バブルが崩壊して、一つはフリーター。一気に増えた。うん。あの、多分ロスジェネ世代の、えー、人って、高卒フリーターって多い。うん。本当に、あの、高卒フリーターって多いんですよ。うん。まあ、大卒フリーターもいるけど、フリーターっていう働き方。バブルが弾けて、えー、フリーターいいよねと。今までフリーターは、 えっと、結構私今古本を、えー、読んでるんですけど、1970年代とか1980年代か、あの最近ね、1985年の、えー、っと、本格的にバブルが、えー、到来するちょっと一歩手前ぐらいのあの書籍なんだけど、そのアパシーに関する古、えー、本を読んでます。アパシーっていうのは、えー、無気力っていう意味です。で、そこであのフリーターのことをプータローっていう表現を使って表してるんですよ。あの、 まあフリーターという言葉自体が、1985年には、ま、まだ、こう、社会に、あの、出てないんですよ。フリーターとていうのはリクルートが作った言葉なんで、あの、フリーアルバイターね。アルバイトでフリーに、自由に生きていきましょうって、ね。あの、フリーアルバイターを、こう、ドッキングさせてフリーターっていうね。で、ま、その言葉はリクルートが作って、で、1980年代から、1985、えー、19年には、まだフリーターっていう言葉は出てなかったのかな。まあ、リクルートいつぐらいに、あれ、 作ったのかねなんか、アルバイト専門雑誌を、えー、売り込むために作ったんだよねあの、フリーターって言葉をね。で、もともと、アルバイトで生きてる人のことを、えー、プータローっていうなんかね、あの、プーっていう言い方、あの、熊のプーさんのプーじゃないよ。あの、プータローね要。要は、あ定職に就かずにブラブラしてるっていうね。だからそういうニュアンスで、えー、アルバイトで生計を立てている人を、なんか、ブラブラって言ってたり、 してたんですよ。ブラブラってのはブラブラしてるっていう意味ね。あとはプータローとかね。うん。要するに正社員で働かない人間っていうのは、えー、普通じゃないよねって。だからそういうふうなあ認識が1985年ぐらいの日本にはあったということですよ。で、これが崩れていく。あの、バブルが崩壊して、えー、リクルートによってフリーターっていう概念が世の中に広まって、で、高卒フリーター、大卒フリーターが増えてしまって。 あの、正社員で働,働かなくてもいいじゃんっていうね。まあこれが日本崩壊っていうか、まあこれもなんか陰,陰謀だよね。どう考えても、正社員で働かないってことは人生設計できません。人生設計できなければ結婚なんかできるわけないじゃんと。まあこれなんか仕組まれたような気がするんだよな。あの、フリーターとか派遣社員を増やして日本崩壊へと。なんかそういう方向性に持っていかれたような気がする。今日この頃。わかんないです。まあいいや。で、えっ、ー、と、あのー、 バブル崩壊後にフリーターと派遣社員っていう、この二つのムーブメントがブワって広がった。うん。あの、高卒フリーター、大卒フリーターね。あの、正社員で働かないで、とりあえずフリーターっていう働き方。あとは派遣社員。女性の一般事務は、あの、派遣社員で担わせて OK だよね、と。一般事務って派遣さんにやらせればいいじゃん、と。で、ここら辺のこの規制緩和で、 女性が派遣社員で働くっていう、一つの、えー、社会通念ができちゃった。だから最初、派遣社員ってイコール女性だったんですよ。うん。あの、リクルートがね、あのー、派遣社員向けの、派遣社員で働きたいっていう人に向けた求人誌を出していたんですけど、それも、えっ、ー、と、ターゲティングは女性です。うん。あの、派遣社員イコール女性。まあ、それは、あの、規制緩和で、えー、オフィスワークの一般事務は、えー 女性の派遣社員で働かせるっていうか、規制緩和しちゃったから。もともと高度専門人材に限っていた派遣労働をね、どん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 規制緩和して、オフィスワークに女性が一般事務としてね、派遣社員として働けるっていう規制緩和しちゃった。で、しばらくの間は、派遣社員イコール女性みたいな感じ。うん、一般事務は、えー、女性が派遣社員として、えー、になっていく。で、そこら辺から派遣さんっていう言葉が出始めた。だから、その人の名前じゃないんですよ。 派遣さんってね。うんあ。派遣さん、派遣さんっていう。うん。だ、だからその、いつでも切れるんですよ。必要な時は派遣さん3人。で、契約が切れて、あ、もう必要ない。えー、派遣さん2人とかね。派遣さん1人。あ、またやっぱり、あのー、業績が上向いたから派遣さん5人。あ、派遣さん4人って。ものですよ。これ。物として扱ってる。ね。うん。5人、4人、3人、2人。また3人、4人、5人。え、また4人、3人、2人って。 増やしたり減らしたり増やしたり減らしたり。ね。考えられないのよ。今まで。今までのその日本の社会通念ではそんなのって。人間を物として扱うなって労働。労働者は何だと思ってるんだって。いや。でも、この派遣という働き方って別にいいんじゃないのっていうことを言ったのが竹中平蔵竹中平蔵何を言ったのか。派遣で働きたい人は働ければいいじゃん。っていうのが竹中平蔵の考え方。 だ、製造業を派遣解禁ってなんでって。派遣で働きたい人もいるでしょって。そこなんだよ、竹中平蔵が言ったのは。つまり、正社員で働く人もいれば、フリーターで働く人もいる。派遣社員で働く人もいる。人それぞれでしょって。だから、そんなね、国が規制を作って、製造業は派遣ダメだよとか、これはダメ、あれはダメって、意味がない。 すべて自由にすればいいと。つまり、派遣を求めている、派遣労働者を求めている企業もいる。やっぱコスト計上をしたいからね。うん。調子がいい時には、100人。調子が悪くなったら派遣切りで、ね、20人とか10人まで減らしたり。ね。そういうことをやりたい。企業だって派遣労働者を求めている。で、労働者だって派遣で働きたい人もいるんだ。っていうロジックを、竹中平蔵は言ったわけですよ。うん。 派遣の働き方の方が都合がいい。つまり、誰もが正社員で働きたいっていうわけではないと。フリーターで働きたい人もいれば、派遣労働で働きたい人もいると。それは、労働者にも自由を与えればいいと。だ各企業も自由にいろんな労働者をね、正社員で雇用する。 アルバイトや派遣で雇用する。各企業も自由に採用活動すればいい。で、労働者も自由に正社員で働きたい人は正社員で。派遣やフリーターでアルバイトで働きたい人は、えー、そうすればいいと。すべて自由にやればいいと。企業も労働者も。自由万歳です。竹中平蔵は。じゃあ、なんで竹中平蔵はね、若者は貧乏になる自由があるって言ったのかと。なんなんだ、これはっていうことですけど、これは、 派遣社員で働くと貧乏になるって分かってる。だ製造業でね、派遣を解禁した。もう一気に、今までは派遣といえば女性だった。うん。まあ女性はいずれ結婚するからいいでしょって。ね。派遣さん、派遣さんって言われて一般事務やって。いやもうね、企業も正社員で一般事務を雇用することはできない。バブルが崩壊して。じゃあ企業は派遣で一般事務で女性を働かせる。ね。でも女性だっていずれ結婚するからいいよって。まあそういうふうな暗黙の了解っていうかね。 あの、まあ、ある種の社会通念があった。まあ、女性は腰掛けでいいんでしょっていうね。まあ、まだまだね、まだまだそういう考え方があった。どうせ女性はいずれ結婚するんでしょって。だから、派遣で働いても、ね、キャリア形成できない。人生設計できない。でも女性は結婚するからいいじゃんっていう。まだまだそういうふうな認識、1990年代あった。だけど、小泉竹中路線、2000年代に入って、小泉竹中路線が何をやったか。男の派遣労働者増やしちゃった。どんどん。 男って本来派遣で働かないよって。いや、別にいいじゃんと。ね。小泉竹中路線。まあ、特に竹中平蔵新自由主義。いや、男が派遣で働いてもいいじゃんと。働きたい人もいるでしょって。働かせればいいじゃんと。もう規制なんか、規制なんか全部なくせって。男でも派遣で働きたいんだったら働か、働かせればいいじゃんって。それをやったの。で、その時にね、貧乏になるって分かってて派遣社員を選んだ人は、それはその人の自己責任でしょって。 派遣社員で働くと人生設計できないよ。キャリア形成できないよ。でもそれ折り込んでるでしょって。で、そこ、そこに自由があるって。竹中平蔵は言ったの。で、これが貧乏になる自由ってこと。派遣社員で働くっていうのは貧乏になるよって。でも、その生き方、働き方を選ぶのはあなたでしょって。若者が今派遣で働いてますってね。竹中平蔵の耳に入ってくるんだよ。 製造業で派遣を解禁した。ゆえに、若者、若者で派遣社員が増えてしまった。ね。竹中平蔵大先生、大変ですって。若者が今、派遣社員という働き方を選んでしまって、ね。若い世代が派遣で働いてます。どうしましょうかって。でも竹中平蔵は別にいいじゃんと。本人の自由でしょって。だから派遣で働きたい人は、派遣で働けばいいって。その代わり貧乏になる。でも分かってるでしょって。 正社員で働かないっていうことは人生設計できない。キャリア形成できない。貧乏になる。でも、それでも自由を求めて、派遣の方がね、縛られないでしょって。正社員で働くと息苦しい。だから派遣で働くって。わざわざ派遣で働くっていう若者がいるでしょって。これが竹中平蔵のロジック。うん。あの、これが竹中平蔵のロジックなんですよ。だから、 若者たちは自ら派遣労働を選んで、そして自ら貧乏になっていく。それを選んだのは自分でしょこの、この竹中平蔵の考え方を短く短く、あの、切り取られちゃうと、若者は貧乏になる自由がある。っていうふうに言われちゃう。そうではないんだよね。竹中平蔵は自分で選んだんでしょって。うん。だから正社員で働けばキャリア形成できるよ。キャリアアアップできるよ。まあ、キャリアパスを作って人生設計もできるよ。ね。うん。 正社員で働けばこういう風な人生が待ってるよ。だけど、それでも自由万歳で派遣社員を選ぶ若者は、それはその若者の自由ってこと。で、貧乏になるって分かってて派遣社員を選ぶ。それは若者の自由。故に若者は貧乏になる自由もあるんだっていう。こういうことを竹中平蔵は言っていたわけですよ。うん。だけどね。だけど、いい。あの、確かに竹中平蔵の言ってることも分かるんだけど、 派遣で働くしかないっていう世の中を作ったのも、竹中小泉路線でしょって。ここなんだよね。うん、ここ。結局、派遣で働くしかないじゃんっていう、そういう風な日本社会作っちゃったでしょって。そこは竹中平蔵の罪は重い。うん。あの、正社員でも働けるけど、あえて派遣社員を選ぶんだったらいいんだよ。で、これは竹中平蔵の言うとり。 いや、正社員で十分働けますと。私はスキルはあります。能力はあります。学歴はあります。ね。あの、資格を持ってますで。私は正社員として働けます。だけど、あえて派遣社員を私は選びます。なぜかというと、貧乏であっても自由万歳。ね。それが自分の価値観。ね。どんなに貧乏であっても、どんなに貧しくても、どんなにね、人生設計できなくても、どんなにキャリアパスを作ることができなくても、 自由こそが一番。自由万歳。自由万歳。ね、貧乏でも OK って。そういう人があえて派遣労働に従事するなら問題ない。うん。竹中平蔵の言う通り。本人が自分の自己責任で自分の道を決めた。OK。だけど、竹中小泉路線の結果で、正社員として働けないから、正社員として仕事に従事できないから、しょうがなく派遣労働してますっていう、これが増えてしまった。 ここに竹中平蔵の罪があるわけですよ。これはよろしくないでしょう。竹中平蔵。本当は正社員って働きたいんだけど、それができないから派遣労働で働いてます。いわゆるワーキングプアっていう言葉ができちゃ,できちゃったでしょこれ小泉竹中の時だからね。ワーキングプアっていう。つまり、働いても働いても生活保護と同じ、または生活保護以下の 収入しか入ってこない。ワーキングプアっていう。この言葉がブワーって広がっちゃった。最近あんまり言わないけどね、このワーキングプアって。まあ、その代わりなんか社会の底辺とかなんか <laughs>、そういう言い方ですかね。あんまりもう最近ワーキングプアってあんまり言わないですよね。まあ、普通になんか底辺とかね、社会の底辺とか。まあ、そういう言葉ですよね。でもこのワーキングプアを作ったのは竹中平蔵なんでしょう。小泉竹中路線。ここは罪は重いよ。自分の意思で派遣社員っていうね、働き方を選んだのはいいんだよ。それはもう竹中平蔵の言う通り。 ね。派遣社員で働くと貧乏になるよ。でも自由万歳だから、あえて派遣社員で働く。で、それはいいのよ。そういう人はだ。自分から貧乏を選んだって言えるから。それはね。でも、本当は正社員で働きたかった。だけど正社員で働けない。競争を激しくしちゃったから。新自由主義。小泉竹中新自由主義で競争が激化しちゃった。で、企業もどんどんどん,どん派遣で働かせることができるんだったら、 派遣にしたいよ、企業は。正社員よりも。派遣の方がいいよ。だって物として扱うことできるんだもん。必要な時は100人集めて。いらなくなったら首あの、派遣切りで10人に減らして。こんなことができちゃうんだもん。それは正社員よりも派遣社員で働かせたい企業は。競争激化。ね。で、まあリーマンショックもあったし。で、ワーキングプア。ね。うん。あの、単純肉体労働の派遣社員が増えてしまって。ね。 ワーキングプアを作ってしまった。このワーキングプアを作った竹中平蔵の罪や思いっていうことです。ロスジェネ世代とワーキングプアという説明をしました。はい。ちょっと時間がなくなった。すいません。中途半端ですけど、えー、これで終わりにしたいと思います。まあ、このね、ロスジェネ世代、竹中平蔵、ワーキングプア、またこれ、あの、話しますんで、待っててください。はい。ということです。えー、ではでは終わりにします。はい。え最後まで聞いてくれてありがとうございます。